The moon, Earth's lone satellite. Rocks and dust envelop the whole surface. Here on Earth, there's a place that looks a lot like the moon's landscape. It can be found on Miyakejima Island, one of the Izu Islands south of Japan. Here, Nissan and JAXA conduct lunar rover research. E-Force を応用させた技術は、我々 JAXA との月面ローバ研究の駆動力制御に活用されています。レゴリスと呼ばれる柔らかな堆積層で覆われた月面では、ローバが安定して走行することが難しいため、高度な制御技術が欠かせないからです。今回実験を行う三宅島の玄武岩質の砂地は、アポロ計画などで採取されたレゴリスの組成と近しく、火山噴火によってできた険しい地形をまた月面を回せます。Here, vehicle comfort, quietness, and drivability are tested in this extreme environment. This is the Nissan X-Trail E-Force Moon Trail Project.電気自動車のパイオニアである日産が培ってきたモーター制御技術から生まれた E-Force。 E-Force の制御がまず叶えるのは狙い通りのコーナリングです。前後の駆動力と左右のブレーキを瞬時にコントロール。カーブでアクセルを踏んでも外に膨らみにくいのでステアリングの微調整が不要です。2世代 E パワーと可変圧縮機エンジンの VC ターボとの組み合わせでエンジンの始動頻度を減らして回転数を下げていきます。外部からの音を入れない、音を出さない、エンジンの音に対して逆位相の音をぶつけることで音を打ち消す。その結果究極の静粛性をお届けできると確信しています。1万分の1秒単位のモーター制御を生かしたトルクコントロール技術、前後のモーターを自在にコントロールすることが可能になり、人間が感知するよりもはるかに早く路面に対応、そこがアクロであったことさえも感じさせない力強い走りが可能になるのです。Nissan will keep going until all kinds of roads have been conquered.To drive with ease, even on tough roads. Nissan X-Trail E-Force.